アンドレイ・アレクサンドロビッチ・フルセンコは、ロシアの政治家、科学者、実業家。2004年3月9日から2012年5月21日まで、ロシア連邦教育、科学大臣を経て、ロシア連邦大統領補佐官。父、アレクサンドル・フルセンコは、歴史家、ロシア科学アカデミー会員。弟、セルゲイ・フルセンコは、技術者、実業家で、 サッカークラブゼニトサンクトペテルブルクの代表。レニングラード出身。1971年レニングラード大学数学、機械工学部を卒業する。大学在学中に、ソ連共産党に入党している。大学卒業後、レニングラードのヨッフェ物理学技術研究所に勤務し、下級研究員、上級研究員、コンピュータ部長、科学部次長を歴任した。 1978年科学博士候補、1990年数学博士。1990年、ユーリ・コバルチュク、ウラジーミル役人と産学共同の企業を設立しようとしたが、ノーベル物理学賞受賞者で、科学アカデミー副総裁のジョレス・アルフェイロフの反対に、あい、結局、研究所外に科学アプリケーション関係の会社を、複数、設立した。 1991年コバルチュクを社長に R&D カンパニー先端技術センターを設立フルセンコは副社長に就任した1992年ロシア銀行地域開発基金オイスクスベトラーナサンクトペテルブルク首都地委員会など複数の企業団体が出資して設立したサンクトペテルブルク 地域科学技術開発財団取締役社長となり、オイスクスベトラーナ電気工場を設立している。1993年会社の登録手続きを通して、サンクトペテルブルク市対外関係委員会に勤務していたウラジーミル・プーチンと面識を持つようになる。1996年サンクトペテルブルク市長のアナトリー・サプチャークは市長選挙に敗れ、 プーチンは副市長を辞任する。プーチンは、フルセンコら親しい友人7名と共同出資し、彼らは不動産共同組合、オーゼロを設立し、サンクトペテルブルク郊外カレリア地境の湖畔のダーチャーを購入した。アルハンゲリスクを訪問するアンドレー・フルセンコ1994年5月ロドクトシソ会社代表取締役、社長に就任。1995年、 ビクトル・チェルノム・イルジン首相を代表とする我が家、ロシアに入党する。2000年9月フィリピン・サンクト・ペテルブルク名誉領事。同年10月学術会議財団、北西戦略リサーチセンター議長。2001年ロシア連邦政府副首相に任命される。2003年産業、科学技術省を経て、2004年3月9日、教育、科学省に就任。 2008年5月第2次、ウラジーミル・プーチン内閣でも留任した。2010年1月11日、経済開発統合会議のメンバーに選出される。2012年5月21日、トミートリー・メドベージェフ内閣の成立に伴い離任し、大統領補佐官に就任した。私生活では、夫人との間に一男がいる。英語に堪能。ぜ http://www.novayagazeta.ru コロンススララッッシシュュスラッシュデータスラッシュ2007スラッシュ26スラッシュ48 html2010 年4月10日閲覧。ぜえ、www.zaks.ru 12.012010ありがとうございます。